アンソロをご覧の皆さん、ポッキンでございます。今回はですね、パンチャーといいまして、際につくメバルをですね、こうシェイクのちょっと激しいやつで撮ってったんですけど、で一応ね、今回リグが2つありまして、で1つはちょっとカメラさん こっちに来ていただいて、まあ、ダウンショットの変形なんですけど、これトルネードアンダーって言って見えるかな、こういう感じなんですけど、はい、ここにちょうどこれですね、この辺に見えますかね、まあ、あの砂釣りを作ってるんですね。で砂釣りを作って、そこから、こういう、まあ、今ジャブをつけてますけど、こういう形で、でここからあのメインの線が出てて、ここにショットがほらあるって感じですね。でこれリーダーというよりか、ショットまでのルアーからショットまでの、距離というのが、だいたいどれくらいかな、僕の場合ですと一広とかもしくは80センチぐらい、まあ今回はね、ベイトロッドを使ったので、まあ、できる長さが決まってるんで、だいたい1メーターから1メーター50ぐらいかな、それぐらいでやらせてもらったんですけど、まあ、水深に応じてやるんですけど、どっちかっていうとあの防波堤の際をね狙うことが多いんですけどね、ちょっと深場の防波堤を狙うときにこれぐらいの、ものでやりますね。でもう一つやりまして、それが、これはもうベイトではなくてスピニングなんですが、よいしょ、もう一つが、よいしょ、ちょっとカメラさんこちらにいいですかね。今度はね、あの満潮時の時によくあの防波堤の際で、まあ際につく藻がありますけど、それについてるメバルを狙うっていうんでやったんですけど、このステンボーの 0.85 ってやつを使って、でこいつであの際の叩くんですね。で叩くことによって、その藻についてる寄生虫が飛んでいきますんで、まあ、飛散するというか、花粉じゃないかこれ、そういうふうにこうボワッとこうね、びっくりして、その藻から離れようとするんですけど、その時に、まあ一瞬メバルたちの活性が上がるの で後ろからついてくるこういうルアーが、これまあスパッシュのワームつけてるんですけど、これの跳ね上げで取ってくるっていう、そういう感じの、システムでやってきたんですけど、まあ満潮干潮ですね、この2つのリグを利用しまして、頑張ってきました。でまああとね、まあ、動画の方ではですね、今回は、よいしょ、リグの説明というよりか、あの例の砂釣りのねシステムを今日はどのように作っていくかというのをちょっとお話しできたらなと思ってますので、後でご紹介します。はい、それじゃあですね、ちょっと砂釣りのこの部分ですね、この砂釣りの見えますかね、この部分をね作ってみたいと思うんですが、僕の場合はだいたいね10センチないしは8センチぐらいで作ってるんですけど、ちょっと作ってみましょう ね。作り方もね結構簡単なんですね。カメラさん見ておいてもらって、ここでやろうかな、見えますかね。はい、で作り方はまずここにね、こういうふうに輪っかを作って、でここにちょっとこうキメを、ここでここに、ジグヘッドが来ますよというところをですね、こういうふうに折っておいてもらうんですね。でこれに目がけてぐるぐるぐるっと巻いていくんですが、こっちの指をこうひねりながら、でこちらの指も同じ方向にひねっていくわけですね。そうするとこれ砂釣りがきれいにこう作っていけるの見えますか、ぐる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 って、ほらこういう感じですね、どんどん作ってますね。ただ輪っかがちょっと見えにくいんですけど、これまだありますよね、でっかいですよね輪っかがね。これをしごいてやると、こういう風に輪っかがどん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 小さくなります。こういう感じかな。でもう少しこうやっていきましょう。で結構ね長めに取っておいて、
やると非常にかっこよくできますんでね。でここまで撚りができました。でこの撚りができたら今度は一回ここにヒッチをハーフヒッチですかね、まあ僕流に言うとクソ結びってちょっと汚いかな、そういう結びをするんですけど、ここに輪っかを作ります。でこちら長い方がショットが来る方ですね。でそのショットが来る方を、この今作ったこちらの輪っかの方に、ここですね、この輪っかの方に入れてやるんですけど、ここにちょっと入れてやりますね。こういう感じで、はい、で入れてやりまして、でこれをぐるぐるぐるっと引っ張っていくんです。あとこれを引っ張り切って、結んでやれば出来上がりなんですが、ちょっとやってみましょうね。で両方引っ張っていくんですね。こういう感じでギュギュッと、こうでこれで出来上がりです。で締まりましたと。でもうこれでここの砂ずりは左右に動きませんので、まあ出来上がって、であとはこちらの方に、ここの輪っかができてますね。もう一つね、ここにジグヘッドを入れていくという作業をお話しします。以上ボキンでしたはい、それじゃあですね、今度は、先ほどの砂ずりにルアーをちょっと、あ、ジグヘッドか、ジグヘッドつけてみたいと思うんですけど、でちょっとこうカメラさんこちらに来ていただいて、で今この中に、砂ずりの中にジグヘッドの愛の中に、すいません、砂ずりのこの本線を突っ込んでいるという状態ですね。でここの輪っかを、ジグヘッドのこの、ここに差し込んでいくわけですね。ぐーっと差し込んでいく、見えますかね、差し込んでますね。でここをと通りにくいじゃないですか、輪っかがね、ちっちゃいから。でこれは輪っかのところをですね、ちょっと持つんですよ、こういうふうに。こう持って、こっち側に引っ張ってやると。で、輪っか大きくなってるの見えますかね？見えるかな？こういう感じか、大きくなってるの。でこの大きくなったところをめがけて、こちらのジグヘッドのヘッドを通していくと。こういう感じですね。そうすると、あと引っ張るだけでここに入っちゃうと。よいしょ。こういう感じで入りました。これがセットですね。でこういう形でセットしてますんで、あとはここにこれ今ジャブの仕掛けになってるんですけど、ワームをグニッとつければセット完了ですね。まあワームちょっと出しましょうね、こちらか、よいしょ。例えば、ピンクのバルキースクリューなどをこういう形でセットしてやりましょうか。よいしょ、こういう感じですね。でジャブの出来上がりと。でこちら側が、リール側になって、こちら側がショットになりますんでね。よいしょ。でこのショットをつける時には、先ほどのこういう、ゴブリンバットを、セットしてやるという形で、このダウンショット、まあトルネードアンダーショットなんて呼んでるんですけど、まあもしよかったら試してみてください。はい、以上がトルネードアンダーの作り方でした。